はい、皆さんこんにちは、宇佐美です。お昼になりましたので、近くの弁当屋を探していたんですけれども、唐揚げ弁当のね、新しいお店が近所にできましたので、買ってまいりました。豊唐亭っていうらしいですよ。結構有名なお店らしいんですけれどもね、一度で旨味を閉じ込めて、二度で余分な水分と油を飛ばし、外をカリッと仕上げる、冷めてもサクサクの食感が持続する。なんか、げんこつ型で作られた唐揚げらしくって、一つ一つげんこつのような形に整えることで、肉汁を閉じ込め、外のカリッとした食感とは対照的に中は柔らかくジューシーな仕上げになるらしいです。なってるらしいです。初めて食べます。限定でですね、朝早く来られた方、11時、オープンなんですけれども、早く来られた方には、白ご飯ではなく、柏ご飯が無料でサービスになるということで、こっちの方も白ご飯でなく、柏ご飯に変えていただきました。唐揚げがね、こんな感じです。美味しそうですね。3個入りじゃなくて、5個入りをお願いしてみました。ちょっと食べてみますね。とても美味しかったです。チャンネル登録とコメントもよろしくお願いいたします。評価はグッドでもバッドでもどちらでも。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。